チームの戦力強化やイメージの刷新のために行われるトレード。誰しもが納得する形で進む例もありますが、中にはなぜと疑問が残る例も少なくありません。今回はファンを驚かせたトレード事件とその背景を振り返ってみたいと思います。超人、宇宙人の愛称でも知られ、最近では日本シリーズの解説で糸井さんがトレンド入りしたことも記憶に新しい糸井選手。そんな彼を取り巻く2012年オフのトレードを覚えているという方もいらっしゃるでしょう。これは当時日本ハムに在籍していた糸井嘉男、八木智也とオリックス、木佐貫博士、大引啓司、赤田翔吾の2対3という大型トレードでした。糸井選手は同年4年連続3割超えをマークし、チームの3年ぶりのリーグ優勝に貢献するほどの活躍。しかし契約更改で1000万円増の年俸2億円を保留し、さらに翌年のポスティングでのメジャー移籍を申し入れ、認められない場合は国内球団へのトレードを訴えていたところでした。これを受けて糸井選手を近い将来出ていく選手とみなした球団は、年明け後の1月23日、誰もが驚く大型トレードを電撃発表したのです。この電撃トレードは、元チームメイトのダルビッシュ有もツイッターで、糸井さん、トレードとかありえんとツイートするほど、関係者やファンにも大きな衝撃を与えました。糸井選手もこのような形で放出されるとは予想もしていませんでした。球団に呼び出されると事務所前で八木選手を発見。え？なんでおるの？オリックスにトレードになりました。よかったやん、チャンス増えて。対戦することあったら打たせてなと激励した後、実は自分もトレードされていたことを知るのです。しかしオリックスに移籍後、2年目に首位打者に輝き、チームの2位躍進に大きく貢献しました。このトレードがなければ、私たちは今の阪神の屋台骨としての糸井選手を見ることもなかったのかもしれません。2003年11月、ダイエー小久保裕紀の巨人への無償トレードの電撃発表も日本中に大きな衝撃を与えました。この年、ダイエーは阪神との日本シリーズを制し、優勝パレードを終えたばかり。小久保といえば、ダイエー不動の4番打者で、誰もが認めるチームの大黒柱でした。この処遇には納得できないと、選手たちが優勝旅行をボイコットするなどの事態にまで発展。トレード成立の裏側には一体何があったのでしょうか。実は当時実権を握っていた高津片岸オーナー代行との確執があり、小久保選手はフロントへの不信感をずっと持っていたというのです。高津オーナー代行は球団の女性職員マスコットガールにセクハラを働くことが常習化。主将の小久保はこれを止めるようにと再三抗議しており、両者の関係は険悪に。しかも2003年、小久保選手がオープン戦で右膝の靭帯を断裂するなど大怪我を負った際、球団は当初全額負担でアメリカでの手術を承諾したものの、後に高塚氏が撤回。あの話はなかったことにしてくれと急転してしまったのです。そして高塚氏は小久保選手を2億円の不良債権と決めつけ、自由契約にすると強硬に主張したといいます。オーナーの中内忠氏は小久保選手の青山学院大学時代の先輩で、何度も食事をした中、可愛い後輩を何とかしたいと泣きついたのが巨人の渡辺恒夫オーナーでした。こうして前代未聞の有力選手の無償トレードが決まったのです。この裏側を知った選手やファンはもちろん激怒。高塚氏追放の運動が高まり、高塚氏はセクハラを告発されてオーナー代行を辞任。しかも解任後、強制わいせつ容疑で逮捕、起訴され、2005年には懲役3年、執行猶予5年の有罪が確定していました。小久保選手は巨人で在籍3年間で355試合に出場し、打率2割8分7厘、84本塁打、238打点をマーク。3年目の2006年には移籍選手としては初の主将に就任。巨人でも絶大なキャプテンシーを発揮しました。同年オフには FA 宣言でソフトバンクに復帰してファンの歓声に迎えられました。怪我に悩まされながらも2012年の引退まで主力としてプレーし続け、その後は侍ジャパンの監督に就任、ソフトバンクホークスにヘッドコーチとして復帰するなど、球界を支える名指導者になっています。さて、2年連続三冠王の放出という前代未聞のトレードが起こったのは1986年オフのこと。当時ロッテの落合博満と中日牛島和彦、川上誠二、平沼貞治、
桑田茂の1対4の大型トレードでした。このトレード劇はシーズン後、稲尾和久監督が実質解雇されたことから始まったとされています。稲尾監督を信頼していた落合は、人事のやり方がおかしいと球団を痛烈に批判。稲尾さんがいないのなら自分がロッテにいる理由はないとトレードを志願していたのでした。実は球団が最初に水面下でトレードの交渉をしていたのは巨人。落合は当時1億円プレイヤーに到達するほどの活躍ぶりでしたが、チーム自体は B クラスを低迷。本拠地川崎球場は閑古鳥が鳴いていました。ロッテは高額の選手を放出し、人気の球団の複数選手と交換しようと考えていたのです。しかし巨人側がなかなか結論を下せない中、中日の新監督に就任した星野仙一がこの落合獲得合戦に参戦。打倒巨人に燃える星野監督は、落合というカードを巨人に入れたくなかったのかもしれません。中日からの交換要員はエース小松達夫以外なら誰でも OK とかなり大胆な条件を提示したのです。この星野監督の決死の熱意がロッテ側を動かし、最終的には抑えのエース牛島、正二塁手川上、中継ぎの桑田、平沼の4人の交換相手に正規のトレードが成立することに。1人に対し4人という規格外の評価に、当の落合はそういう選手なのかなとしくづく自分で感心していると俺流の感想を披露。落合は7年在籍した中日で1988年のリーグ優勝に貢献。史上初の両リーグ本塁打王と打点王を達成しました。そして中日監督時代にも2007年の日本一をはじめ、リーグ優勝4度と黄金期を築き上げます。1対4のトレードで得をしたのは明らかに中日の方でしたね。球史に残るトレードといえば、江川事件に端を発したあのトレードも有名。1978年のドラフト会議の2日前、野球留学から急遽帰国した江川がいきなり巨人との契約を発表。空白の1日をついたやり口に猛抗議した各球団と巨人が対立。この年のドラフト会議では阪神が交渉権を獲得するのですが、会議をボイコットしていた巨人はこれを認めずもつれました。結局江川は一旦阪神に入団した上で、同日中に小林茂を相手とするトレードによって巨人に移籍することに。小林茂は1978年に13勝12敗1セーブ。連続優勝した1976、77年は連続して18勝をマークするなどの大黒柱でした。球団から説得を受けた小林は大人の決断を下します。トレードはプロ選手としての宿命です。従います。翌年の1979年2月に会見に臨んだ小林は、犠牲になったという気持ちはない。同情は買いたくない。と毅然とした口調で語り、多くのファンの共感を呼びました。強引に入団した江川ですが、開幕までの謹慎、開幕から2ヶ月の一軍登録の禁止というペナルティが課され、またチームメイトからも世間からも風当たりが強く、茨の道を歩くことに。しかし1981年には20勝を挙げ、日本プロ野球史上6人目、20世紀最後、昭和最後の投手5冠を達成するなどの快挙を成し遂げたのはご存知の通りです。小林は阪神への移籍1年目、22勝9敗1セーブで投手部門のタイトルを総なめに。しかも巨人に対しては8勝無敗3完封と完璧な数字を残して恩返しをしたのでした。小林と笑顔のその後の確執も相当なものと思われましたが、2007年意外な形で和解が表面化します。それは酒造メーカーの CM での共演。打ち合わせ、台本もなしで話し込み、その一部が実際に CM として放送されたのです。笑顔が、長いこと申し訳ございませんでしたと頭を下げると、小林はしんどかったよな、俺もしんどかったけど二人ともしんどかったと返しました。世紀の嫌われ者となった笑顔ですが、同じ野球をする者として小林の目にはまた違った姿が映っていたのかもしれません。さて、最近のトレードに関する事件で言えば、中田翔の巨人への無償トレードがありました。日本ハムの中田翔選手は後輩への暴行で8月に無期限停止処分を課されたにもかかわらず、わずか9日後に巨人に無償トレードで移籍し試合に出場。これにメディアでは、暴力で出場停止処分食らった中田が平気な顔して移籍後初本塁打のおかしさ、たった9日で謹慎解除、無期限じゃないのか、トレードでチャラ許されるのかと批判が噴出。中でもトースポは、これがありなら清原巨人復帰だって 100% ないとは言えなくなった
と独自の展開に飛躍していたほど。昔から首脳陣が使いにくい選手をトレードに出すという事例はよく見られたものの、トラブルを起こしたまま、その処分もうやむやなままトレードに出されたという例はありません。暴力事件の責任の所在もうやむやにするようなプロ野球界の体質が露見する形となりました。巨人への途中加入となった中田は34試合に出場し、打率1割5分4厘、3本塁打、7打点。ヤクルトとのクライマックスシリーズファイナルステージでは、3試合目の9回2アウトから代打で出場し、明らかなボール球に手を出して空振り三振。結果を出せば批判を黙らせることもできたかもしれないのですが、なかなか不甲斐ない幕切れとなってしまいました。来シーズンはどうなるのか、注目が集まっています。さて今回は、球界をざわつかしたトレードを紹介しました。皆さんの記憶に残っている事件はありますか？ぜひコメントで教えてください。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。